はい、今回のマイダーレンジャーズは、ビヨンドマックスレガシー、争奪トーナメントに参加した、1日をお届けします。まずヒノキファングスさん初戦の相手との一戦、初回本日進化に堀川がエラーの後、この川原のライトフライがタイムリーエラーとなり、まあ、ラッキーな形で先制をしたレンジャーズです。うん、まあ、今回堀川がね、初参加というところでね、まあ、期待の大きい選手ですけどエラーですか、はい、で出塁というところでは、はい、まあ、これからですね、まだね。そうですね、うん、そして本日新加入2人目の、村上が左中間への強烈なタイムリー、はい、これで幸先よく2点を先制します。前田レンジャーズはレベルが高いんでね、もうね、助っ人とね、本当にしっかりやってくれないとという選手がたくさんいますからね。そうですね、まあ、それにこう、負けじと3回ノーアウト2塁から3番平瀬が左中間へのタイムリースリーベース、まあ、素晴らしい、いつも通りの素晴らしいバッティングですね。うん、まあ、安定してますね、平瀬はね。そうですね、続く村上、先ほどタイムリーの村上がさらにもう1本レフト線への2点タイムリー、まあ、このような形で得点を重ねますね。まあ、打線がつながるときは本当にこういい流れでいってますね、ゲームはね。はい、そしてさらにさらに新加入、飯塚のヒットで一挙5得点、この回流れを掴んでいきます。はい、4回先頭の堀川がライトのヒット、これで二塁を狙うんですけども、うん、タッチアウトになるんですね。足は入ってるかなっていう感じなんですけど、まあ残念な、うん、堀川の初参戦ということで、まあ初参戦ですからね。はい、まあ、そこはね多めに見ましょう。はい、うん、そして打席には選抜甲子園準優勝捕手の金子、うん、これがライトの頭を越えてスリーランホームラン。どうでしょうこのホームラン。やっぱりね、この、まあ、しっかりねこう自分のポイントで打ててると、これタイミングですよね。はい、まあ、もうタイミング打つポイントもう文句なしですね。はい、しっかりホームランの後のスライディングも見せていただき、はい、はい、そしてですね直後丸山のヒット、うん、そう、丸山もねちょっと泳がされた感じでしたけどね、はい、一つこう粘り腰といいましょうかね、いい打撃内容でしたね。そうですね、いぶし銀の一打の後、うん、飯塚が連続ヒットでさらに1点を追加します。はい、そしてこの大量リードも最終回も平瀬のヒットなどでチャンスを作ります。はい、この得点圏の場面で先ほどホームランの金子とどめのタイムリースリーベース、大量の14得点で、攻撃を終える形となります。どうでしょう雪永さん。はい、まあ、得点はねこう、まあ、打線がつながるというところですから、まあ、勢いに誰かが乗ると、まあ、我が軍の選手たちもね、しっかりその勢いに、ね、その波に一緒に乗っていくと、まあ、怒涛の勢いで非常にいい攻撃でしたね。はい、そして今回先発はですね、MLB ドリームカップでね3分の0もう大乱調という大イップスだった浦部が克服を狙い、はい、うん、金子とね、一緒に練習の成果を見せようということでマウンドに上がりました。うん、まあ、少しずつねこう自信を取り戻してくれたらいいですね浦部もね。はい、まあ、感覚的にはだいぶまともになったかなと、まあ、ちらほらやっぱり一歩差顔出すんですが、まあ、金子のこのリードもあり、5回3失点4奪三振、まあ、2安打で完投という形で、まあ、ある程度成果を得られているのかなという感じでした。まあね、まあ、僕が運の言うよりも本当に本人がね少しずつ自信を取り戻して、まあ、本来の力をね出せるような形になってくれればね、まあね、請求とか、まあ、イップスとか、ね、そういうものっていうのは、まあ、いつか自分で克服するものですからね。はい、まあ、これからも励むということで、14対5この試合はなんとかなりきることができました。うん、対戦いただいたヒノキファングスの皆さんありがとうございました。
はい、続きましてビヨンドマックスレガシー争奪トーナメント、決勝戦スーパーマリナーズとの一戦は味方のエラーで出塁したランナーがヒットで生還して1点ビハインド、初回から1点ビハインドのレンジャーズです。2回にこの川原がですね、すぐさまチャンスメイクをするんですが、やはりここで重苦しい状態、先制された後ということもあり、1本が出ず、3回にも飯塚のチャンスメイクがあったんですが、ここも点は取れず中盤に向かいます、まあ、投手がね、いいピッチングをされるとね、なかなか得点というのは取れないんでね。はい、その後ですね、4回川原がこのレフトの頭を越えるヒット、これが長打になりまして2塁を落とし込みます。そしてここで甲子園ボーイ長谷、まあ残念ながらここはフォアボールなんですが、ノーアウト1、2塁として、同点の打席には金子、これが左中間へ狙いすました逆方向の当たりは同点の2塁打に、はい、ね、まあ、教科書みたいな打撃ないですね、ショートの頭ですよね、左バッターのね、まあ、狙っていたというあたりで、これで勢いに乗ったレンジャーズ、5回には先頭の松木、さらには堀川、うん、繋がりますね、はい、そして平瀬、この3連打で満塁としてチャンスを切り開きます。勝ち越しの大チャンスですね。そして甲子園ボーイ5番長谷がライトへの勝ち越し2点タイムリー、まあさすが、うん、ね、広陵高校でクリーンアップ打ってただけありますね、うん、まあ大舞台に強いと言いましょうかね、まあそういった経験もね、多いでしょうからね、はい、そして金子も連続タイムリー、これで点差を3点とします。まあ、甲子園の時はですね、はい、敵同士だった広陵済美がこのような共闘するというのは、まあ、感慨深いところですが、ね、まあそれがね、やっぱり高校野球のいいところですしね、まあ甲子園のいいところではありますよね。まあ昔の敵とね試合をやってね、今はこう仲間となってまたね野球ができる、まあ野球のいいところですかね。はい、そしてですね、丸山や、堀川がヒットでチャンスメイクをして、最終的にはですね、相手のエラーでダメ押し点が入り5対1となります。ギアさん、この流れどうですかね。まあね、追い越した後というのはね、もう波に乗ってもいるんでね、まあいい当たりじゃなくてもね、相手の間を抜いたりとかね、そんな形でこう打線がつながったりということでね、まあ圧倒的にまあ流れは前田レンジャーズになってましたね。はい、そして投げてはですね、企業軟式で全国優勝、さらには MVP を獲得した経験を持つ145キロ右腕の飯塚が圧巻の投球、うん、まあ、味方のミスでですね、1点を失うことにはなったんですが、7回1失点、自責点0、7奪三振の好投で許したヒットもわずか2本という内容でした、うん、まあ、抜群の内容ですよね。で、まあ、見逃しあり空振りありと、まあ、圧倒的なこう力というものを見せてくれたかなと思います。はい、やはりコントロール、ここが一番のポイントになりますかね、うん、まあ、空振りを取れるボール、ストライクが取れる球種も多いというところですね。はい、うん、まあ、やっぱりボールが速いんでね、はい、相手の打者は圧倒されてますね。はい、このショートぐらいで試合を締め、まあ、イップス克服の浦部と全国でも屈指のピッチャー飯塚の、まあ、両右腕完投ということで優勝、うん、はい、はい、ビヨンドマックスレガシーをいただきました、まあね、素晴らしい内容の試合を見せてくれましたしね、まあ、タイトルも取れたというところで本人たちもね、まあ、また野球というものが好きになったんじゃないかなというね、今大会でしたね。はい、まあ、見事チームバット獲得ということで、うん、対戦いただいたスーパーマリナーズの皆さんありがとうございました。今後も前田レンジャーズ、このように大会参加して、ガンガン活動していきますので、どうぞよろしくお願いします。はい、皆さんまたよろしくお願いします。
メジャーリーガー、日本のプロ野球選手も使っておるこう計測器、ラプソードをですね、球児たち、これからの球児たちにですね、いろんなものを計測、そして彼らの成長につながればいいかなという活動もやってまいりたいと思いますので、前田も指導に行ったり、それを測ってこういうことが勉強になるよ、こういう風にしたらもっといいよというようなことがねできるかなと思いますので、ぜひそちらの方もですね待っていますので、ラプソード計測やってみませんか。